せた。ピピッと来た。行こう。まだまだ未熟だが、ようやく満足できる絵が描けた。そう、これが本当の人間の心だ。タイトルは欲望と希望。どうだろう。前の絵に足りなかった部分を描き足した。この光はお前たちだ。タイトルでは希望、でも俺の中ではもっと明確な存在だ。こんなことに今まで気づけなかったとは。おお、あなた、いい絵だ。え？この前見たく、むやみに木をてらっているわけじゃない。同じ絵でこうも変わるものか。これが君の出した答えかね。そうです。欲望と希望。なるほど、君は理解したようだね。あなたは一体。そう思われても仕方ないだろうな。すまない、君に喝を入れるつもりとはいえ。でもこうでも言わないと、君の闘争心には火がつかないと思ってね。でもどうしてそこまで。一体何が目的なんです。同じまだらめの呪縛から解放された者として何かしてやりたかった。え？以前私がまだらめの客を取ったとかで目をつけられてな。個展を開こうにも会場は貸してもらえない。支援事業も立ち行かず。そうだったんですか。そう、人の心は様々な欲望にまみれ、時に黒く塗りつぶされてしまう。でも君にはそこから目をそらさず、もしその強さが。私とマダラメとの付き合いは長くてね、画学生の時から同じ画塾で講師もやった。昔はあいつも気概があってな。いつかだが、画壇なんて所詮権力争い。うまく立ち回った者勝ちだ。私たちの心もこんな風に黒く汚れていった。しかし人の心は不思議だ。白と黒ではっきり分けられない。子供嫌いのあいつが君を引き取ったと聞いた時は。え？疎遠になる少し前のことだ。子供が熱を出した。休日で病院も閉まってる。そんな。ああ、私はもうこの世界から、私のような敗者もそのために支援事業を始め。どうだろう、うちの出資を受けてみては。もちろん強引なプロデュースもなしだ。本当にありがたいお話ですが、お断りします。なぜだね。俺はまだらめとは違います。俺は欲望には染まらない。だって希望が見えているから。迷えば手を差し伸べ、間違えばいさめてくれる。そんな希望の光が彼らがいれば、俺は大丈夫です。まったく、あいつの目利きは大したもんだ。変わった人だったな。申し出を断ったことか。確かに。だが
これで良いとも思っている。我ながら矛盾してるが、これが心なのだろう。面白い。やはりきっと俺に付き合うのはなぜだろうな。お前は最後まで俺を見捨てないと思った。本当に我は絆は今こそ何時皇帝の究極なる秘宝に目覚めた。よしよし。俺に宿るペルソナ、新たな力に目覚めたか。よし。スランプを抜けたからには改めて俺はお前に誓おう。お前が何かにつまずいた時にはさあ行こうか。心ってものをもっと知るためにも。